ジャニーヌ・ヤンセンは、オランダのバイオリニスト、ユトレヒト州、ススト生まれ。6歳からバイオリンをはじめ、ユトレヒト音楽院に学ぶ。これまでにバイオリンを、コーシェ・ベイゼンベーク、フィリップ・ヒルシュホーン、ボリス・ベルキンに支持。14歳で、オランダ放送交響楽団と共演してデビュー。2003年には、デッカと専属録音契約を結ぶ。ロイヤル・コンセルトヘボー還元楽団。 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、ロンドン公共楽団、フィルハーモニア管弦楽団、ニューヨークフィルハーモニック、フィラデルフィア管弦楽団、パリ管弦楽団等世界の主要オーケストラと共演を重ねている。2000年4月にバレリー・ウィルギエフ式、ロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団の日本ツアーにソリストとして参加し初来日。以後、 ミッコ・フランク式ベルギー国立管弦楽団、ロジャーノ・ノリントン式シュトット・ガルト放送公共楽団、パーボイ・アルビ式ドイツ・カンマー・フィル・ハーモニー・ブレーメン、シャルル・デュトワ式ボストン公共楽団の各、日本公演に帯同している。日本のオーケストラでは、NHK 公共楽団と2005年1月、2009年4月、2012年11月に共演している。 また2007年7月には読売日本交響楽団と共演予定であったが、自身の急病により来日はキャンセルされた。このほか2012年11月には日本での初めてのリサイタルを開催し、11月29日にはタワーレコード渋谷店でミニコンサートとサイン会も行った。ソロ活動のほかに室内楽にも積極的に取り組んでおり、 2003年ユトレヒトに国際室内楽フェスティバルを創設し音楽監督を務めている。また1998年からスペクトラムコンサーツベルリンのメンバーとしても活躍している。2003年にオランダ音楽賞を受賞したほか、これまでにエディソンクラシック聴衆賞、エコー賞、ドイツレコード批評歌賞、NDR 音楽賞等多くの賞を受賞している。 エリーゼ・マティルデ・ドッキキンから、対応されている1727年生、ストラディバリウス・バーター。ありがとうございます。